ははいこんにち116インズです開幕前に当チャンネルでは今季のブレイク候補をブレイクに期待している選手というタイトルで6人の選手をピックアップしたの皆さん覚えていらっしゃるでしょうかもう7ヶ月くらい前の話なので忘れてしまったという方やそもそも見てないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、やったんですよ。で思ったんですが期待している選手として名前を挙げただけで果たして良いのかと。 とということで今回はブレイク候補がちゃんとブレイクしたのかを確認するための動画となりますまあね6人に絞って予想しましたのでさすがにみんなブレイクしたでしょうと信じて疑っていませんが果たしてどうだったのか見ていきましょうはい1人目はブルージェイズのウラジミール・ゲレーロジュニアでした ゲレーロジュニアといえば2019年9回ナンバーワンの有望株で父親も殿堂入りしたあのゲレーロということでそれはもうめちゃくちゃバッティング面で期待されてきた選手ですがただ2019年2020年と年齢の割には好成績を残したと言えるとはいえやっぱりゲレーロジュニアの期待のされ方を考えるとうーんまだちょっと微妙かなというくらいの成績を残していました。 ただ成績には現れていなかったものの、ポテンシャルに関しては本物で、打球初速、ハードヒット率はどれも MLB 屈指の数値を叩き出していて、あとはもう少しフライを上げられるようになればブレイク間違いなし、今季はオフに19キロの減量にも成功し、これは期待できるんじゃないかと思っていました。そしたらもうとんでもないシーズンを送りましたよね。 フライを増やしたゲレーロジュニアは今季ついに羽ばたき161試合で打率3割1分1ン OPS は10割超えそして48本のホームランはロイヤルズのサルバドールペレスと並んで MLB トップタイ MVP クラスのシーズンを送ったと呼んでも差し支えないですしなんならなぜか46本のホームランを放ちながらピッチャーをやっている選手が今季いなければ普通に MVP 筆頭候補とも言えたんじゃないでしょうか今までは年齢にしては好成績という感じのゲレーロジュニアでしたが逆に今季に関してはこれも22歳の成績じゃない でしょうブルージェイズは今季惜しくもプレーオフ進出を逃してしまいましたがゲレーロニアを含めセミエン、ビシエットテオスカー・ヘンランデスの100打点カルテットなど超強力打線が光っていましたしセミエン以外は来年も確実に残りますのでゲレーロニアを中心とした打線は引き続き脅威となりそうですよねゲレーロニアに関してはみんなブレイク候補だとは思っていたことでしょうがとりあえず1人当てることができました 2人目はドジャースのギャビン・ラックス。ラックスは強豪ドジャースが誇るスター候補で昨年終わった時点ではまだ MLB で目立った結果を残すことができていませんでしたが2019年は AAA で好成績を残していますしキケ・ヘルナンデスが退団した今季はレギュラーとして安定した出場機会も得られそうということでブレイクイヤーとなることに期待していました。 でどうなったのか結論から言えば今季もまあ微妙ではあったんですがただ要所で彼の活躍も目立ったシーズンにはなりました開幕戦セカンドでスタメンに名を連ね開幕戦もいきなり2安だと最先の良いスタートを切りましたがしかしそれ以降は空っきし打てず以降5月9日まで OPS4 割9分2厘レギュラー失格水準のバッティングでまたドジャースも13勝2敗スタートを切った後5勝15敗と大きくつまずいたりとラックスにとってもチームにとっても苦しい時期が続いていました しかしそんなドジャースを救ったのが5月11日のラックスの一発。この試合はまあマリナーズ戦で、個人的にはあまり良い,い思い出ではないんですが、ドジャース1点ビハインドの8回裏に、ラックスが今や宇宙開発の都市へ出荷されたマリナーズの元守護神から逆転のスリーランホームランを放ち、ドジャース逆転勝利。この試合はドジャースを救った大きな一発となりましたし、またラックス自身も救った一発なのかなと思っています。 ここからラックスのバッティングは多少上向きましたし、またトレードデッドラインナショナルズからトレイ・ターナーが加入してからラックス外野に回ったんですけれども、9月10月は打率3割6分、OPS9 割6分7輪と優勝争いで大事な試合が続く中でも結果を残してくれていました。ターナーが来たので当初想定されていたシーガーの後釜としてショートに入る可能性はだいぶ低くなった気がしますが、9月の勢いをそのままに来季こそは本格ブレイクと言えるような一年としたいところですね。 続いて3人目はインディアンスのカル・クワントリル。クワントリルは昨年の夏、マイク・クレビンジャーのトレードでインディアンスに移籍した右腕で、ピッチングのスタイルが同じチームのザック・フリーサックとそっくりということもあって、インディアンスの投手育成力をもってすれば、うまく彼の才能を開花させることも可能なんじゃないかということで候補に挙げました。 しししたたらままあブレイクしましたね開幕はブルペンでスタートしてそこで結果を残した後に5月31日の試合から本格的にローテーション入り初めはブルペンから先発に回って求められる力が変わったせいなのか先発で結果を残せない登板が続きましたが後半戦入ってからは完全に先発に適応しました。 後半戦14先発で防御率1.94クオリティスタートも11回記録するなど故障者が続出したインディアンスのローテーションの中でも屈指の安定感を誇ったピッチャーと言えるんじゃないでしょうかねインディアンスの投手育成がまた光った結果となったんですが本当にこのチームは次から次へと先発投手がブレイクして羨ましい限りです コマンドも改善してストライク先行のピッチングができていたと思いますしまた先発回ってからスライダーの割合が増えましたが本人の話によればカッターの軌道に近いようなスライダーを混ぜているようでこの2つがうまく機能した結果が今期のブレイクに繋がったんでしょうか最も似たタイプのプリーサクが今期かなり苦しんだのでクアントリルもブレイクしたからといって来季も安泰とは言えない感じではあるんですけれども来季どんな年を送ってくれるのか楽しみになるような内容の投球を見せてくれたと思います 4人目は私のお気に入り、レッズの TJ アントーンですね。アントーンはもともとトッププロスペクトでも何でもなかったんですが、昨年球速が急上昇した結果、13試合の登板で防御率2.80となかなかの成績を残しました。アントーンはスタッドキャスト系の指標が軒並み MLB 上位クラスで、ブレイク候補の動画を上げた時点でローテーション入れそうか微妙ではあったんですけれども、一番跳ねてもおかしくないんじゃないかと期待していた選手でした。 でアントーンは開幕ローテーションに入れずブルペンスタートとなったんですがブルペンの中でもめちゃくちゃ重宝されていましたよねもともと先発ということもあって1イニング限定というわけでもないですしまた三振を奪う力もあったりとレッズブルペンの中で一番頼りになる存在だったのかなと。 レッズのブルペン自体がなかなか不安定で勝ち試合に安心して使える存在が少なかったのでむしろアントーンを先発ではなくリリーフに回して良かったとも言えるような状況だった気もします6月上旬までの20試合で防御率1.41ブルペンでは敵なしこれだけ内容が良ければそろそろ先発でも見たいという気持ちも個人的にありましたがただアントーンここで怪我しちゃったんですよね 6月11日に右前腕を痛めて IL に入るとこの時は2週間弱で復帰することができましたが6月下旬に再度同じ理由で IL 入り場所が場所なだけにチームも最新の注意を払って8月に復帰となりましたが復帰戦となった8月24日の登板を負傷降板し最終的にはトミー・ジョン手術を受けることとなってしまいましたアントーンがトミー・ジョン手術行きになったのは本当に残念ですしリリーフで素晴らしいピッチングを続けていただけに先発でも見たかったなという気持ちがさらに強くなってしまいましたが 怪我をしっかり治してもらって、おそらく最速で来年の9月、もしかしたら2023年の復帰になってしまうかもしれませんが、彼がマウンドに戻ってくる日を今は待ちたいなと思っております。 5人名レンジャーズのニックス・ソラックソラックは昨年は OPS6 割7分1厘とそこまで良くはなかったんですがただ結構強い打球も打てて2019年彼33試合でホームラン5本 OPS8 割8分4厘とサンプルは少ないにしてもいいパフォーマンスは見せていましたのでバレルの打球が増えればシーズン20本とかそういった活躍もできるのではと期待していました レンジャーズが最近に突入し、長年セカンドのレギュラーを務めたルブネットオーダーを手放し、ソラックの出場機会を見込める点も彼にとって追い風になるのではと考えていましたが、強い打球を打てるはずのソラック、今季平均打球初速が平均で3マイルも下落し、ハードヒットの割合も急減したりと、結果だけ見れば2020年よりも厳しい1年となってしまいました。開幕してすぐの頃のソラックは調子も良く、4月は打率2割9分。 OPS9 割一部という成績でしたので、いやー、ソラックは期待通りブレイクしてくれそうだなと、ファンタジーベースボールでの彼の日々の活躍を見ながら内心喜んでおりましたが、その調子は長続きはせず、先ほども触れた通り強い打球を以前ほどには打てなくなってしまい、またゴロ率が今季54.6%と、フライボールレボリューションどころかグラウンドボールレボリューション状態で、その状態ではなかなか結果につながりにくいよなという感じでしたね。7月下旬にはマイナー落ちも経験し、おそらく今回の6人の中では、 最もブレイクからは程遠い結果のようにも思いいますいやー結構期待していたんですがバッティングの内容に関して以前ほどにいい要素を見いだしにくくなってしまったので来季もどうなるのか不安が残りますはいそして最後はマリナーズの菊池雄星選手 私個人としては3年連続3回目のブレイク候補選手入り、そして今季が3年契約最終年ということで、どうにか目に見える結果が欲しい年として期待というか、なんとかしてくれという気持ちの方が強かったかもしれません。MLB1 年目も2年目も防御率は5点台と失点を防ぐことができていなかった菊池選手ですが、ただ昨年は球速が大幅に向上し、防御率は悪かったものの、各種指標の面では大きな進歩を遂げてはいたので、コマンドさえある程度まとまれば結果に繋がってくるんじゃないかと期待していました。 で前半戦の菊池選手はもう期待通りそれどころか期待以上の内容でしたよね。 全体的にコマンドが改善しまた速球とカッターのコンビネーションが非常に有効に機能していましたよねホームランはちょくちょく打たれてはいたんですがカッターでゴロを量産しまたそもそも力のある速球で相手をねじ伏せることもできていましたので抱えるランナーそのものも減って失点も減少前半戦のマリナーズ先発陣はマルコ・ゴンザレスが離脱したりと苦しい台所事情ではありましたがそんな中で菊池選手は前半戦防御率3.48と結果を残しチームでは唯一オールスターにも選出されました 争いに入り後半戦も菊池選手の活躍に期待がかかりましたがただ後半戦の菊池選手は悪い意味でも前半戦と比べて全くの別人前半戦のコマンドを完全に失ってしまい投げてみないとボールがどこに行くかさえわからない感じでしたし先発としては計算立たない状態でしたよね 後半戦は防御率5.989イニング当たりのヨシキューも4.3個とコントロールが壊滅的で首脳陣からの信頼も完全に失ってしまい負けられない試合が続く中でマリナーズは菊池選手を最終的にローテーションから外すという決断を下さざるを得なくなってしまいました前半戦がこれ以上にないくらいの内容だっただけに後半戦どうしてこうなったのか 菊池選手の契約は少々変わった内容で、オフにマリナーズは菊池選手と4年契約を再度結び直すこともできるんですが、後半戦の内容を見るにそうなる可能性は低く、菊池選手自身がオプションを行使して、来年1年契約にてマリナーズに残ることとなりそうですが、来年こそシーズン通して、今季の前半戦のようなピッチングを見せてほしいです。 ということで、ブレイク候補の答え合わせしてきましたが、まあ半分くらいゲレロジュニアクアントリル、怪我する前のアントンあたりは当たりと言ってもいいですかねうん、まあ上出来上出来。前半戦の菊池選手も含めれば4人ですかねきっと視聴者の皆さんもお前なかなかやるじゃないかと感心されているかと思います。そうですよねえ冒頭で全員ブレイクしたはずと宣言していた聞き間違いじゃないかなはい、来年は全員当たるように予想します。 ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。